戸田氏定蔵戸田氏定体は、江戸時代中期の大名。美濃大垣藩の第4代藩主。大垣藩戸田家5代。第3代藩主、戸田氏西の長男。母は、内藤忠政の娘。正室は、藤松平信行の娘。子に、戸田市長、戸田貞弘、戸田氏坊、娘。官位は、稚児医師田、畝目姓。明暦3年3月30日生まれ。寛文11年12月28日に、稚児医師田、畝目姓に叙任。貞享元年6月7日に、死に死が死没したため、8月に家督を継いだ。元禄元年7月10日に、弟、戸田市政に、神田3000石を分置した。市政の養父、戸田市里の所領を合わせて1万石を超え、大名となり、分家の師範三河畠家孫藩が誕生した。元禄7年3月27日、飛騨国が、高山藩主金森氏位方の後幕領となったため、幕府より、戸田が、飛騨国県知相奉行に任じられた。享保8年4月に、次男の市長に家督を譲って隠居し、享保18年7月23日に死去。享年77。駒込連三寺に葬られた。法名は、霊太院、瑞誉松現代孤児。元禄14年3月14日、母方の重邸にあたる播磨赤穂藩主、浅野長則が、江戸城内にて、吉良義仲に切りつけ、切腹処分となる。浅野長則の実弟の浅野長弘も閉門処分となり、師弟や安倍晋宝来とこの大名たちも連座して、出仕を止められた。その後、赤穂城修城を前に、浅野家筆頭家老、大石義雄は、月岡治右衛門と田川久左衛門を使者として、我が藩は武骨な家臣どもばかりなので、上野介様への処断がはっきりしないと会場を納得させられない旨の、すなわち吉良義仲への処分を求める、嘆願書を、幕府の修城目付の荒木清和と、榊原聖子とに提出することを試みた。しかし、月岡と田川は、修城目付と行き違いになってしまい、そのまま江戸へ到着した。彼らは、大石の、江戸家老には見せるなという命令に背いて、江戸家老の安井彦右衛門に、これを相談し、安井は、浅野家近族の師弟に、これを報告した。驚いた、師弟は、会場こそが抗議を重んじた匠の意思のはずとする、内容の書を月岡と田川に渡し、大石に届けさせた。赤穂藩内の家臣らによる、籠城論争は、お家再興。敵討ちを前提とした会場でまとまったため、赤穂城は素直に開城された。赤穂藩浅野家の改易処分後、師弟も、また親族の赤穂藩浅野家再興のために尽力した。元禄14年7月には、大石義雄、小野寺秀和らを大垣に招いて、浅野家再興について議した。元禄15年7月18日、浅野長弘は、正式に、秋広島藩お預かり処分となり、赤穂藩浅野家の再興の可能性は限りなく、なくなった。大石義雄らは、吉良義仲に対する仇討ち計画を本格化させ、同年末に、赤穂事件を起こす。ありがとうございます。